オールドタウンホワイトコーヒー一方ホワイトコーヒーはマレーシアペラ州の都市一方で誕生し世界各地に広がったコーヒー飲料ホワイトコーヒーは元となる中国語名から直訳された名称このコーヒー飲料は19世紀に中国海南東から現地に移り住んだ家境によって作られたものである現地ではコーヒー豆を焙煎する際に砂糖 マーガリンと小麦を加えるのが一般的だったところ、少量のマーガリンの実を加えて焙煎したものである。これによって豆の色が前者よりも浅くなるが、白の名称はその色に由来するものではなく、中国語の白が何も加えていないを意味することによる。香りが高く、味が濃厚でありながら苦味が少ないので、現地の人々に長年愛され続けてきた。 現地のレストランやコピティアムなどと呼ばれる喫茶店では砂糖の代わりに加藤練乳を加えて入れるのが一般的でありこの点ではベトナムコーヒーと共通するマレーシアでは1958年に一方で創業したコピティアム南香り茶産室の一族らが1999年に オールドタウンの商標でインスタントホワイトコーヒーの製造販売に乗り出した。この成功を受けて2005年からはレストラン喫茶店チェーンオールドタウンホワイトコーヒーも展開し今や海外大手カフェチェーンを凌駕するほど各地に広がっている。マレーシアだけでなくシンガポール、ブルネー、上海、香港、台湾、オーストラリア、イギリスやアメリカ等にも進出した。 2010年上海国際博覧会のマレーシア館でも公式飲料の一つとして出展された。クアラルンプール国際空港の構内にも店がある。家庭用のインスタントタイプもいくつのマレーシアの食品メーカーによって出されている。本場の濃厚な味を再現するためには、固形の粉末も一般のインスタントコーヒーよりも多く必要で、 2 0 0トル用の粉末が4 0ムと一般のクリーミングパウダー、砂糖入りのインスタントコーヒーの3倍程度の量となっているものが主流。メーカーによっては砂糖の量を選べるように数種を販売していたり、ヘーゼルナッツなどのフレーバーを用意している場合もある。マレーシア国内のコンビニエンスストアや空港の売店などでも購入が可能。 日本では2012年にラッキービーンのホワイトコーヒーがマレーシアのホワイトコーヒーとしては初めて輸入許可を受け日本国内でも販売されるようになった。マレーシア国内では缶入りホワイトコーヒー飲料も販売されている。ありがとうございます。